カルトラジオ。おからじ映画レビュー。はい、ちょっとすみません、まだ2回目なんで慣れてないんですよ。今回は新海誠監督、すずめの戸締まり、これについて、はい、これについてやっていこうかと思います。はいはいはい、木村さん、俺の中では新海誠監督作品、はい、好きなイメージ。はい、そうですね、うん、君の名は、うん、もう5回ぐらい見に行きましたね。おー、すごい、はい、で、天気の子は1回、はい、天気の子は1回、はい、で、今回のすずめの戸締まりは、もはや2回見ました。すごっ、はい、もう2回見てんすか。というのは、はい、まあ、レビューしようかなとは思って見てたんですよ、うん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 、でも、ちょっと1回じゃちょっと分かんなくて、うん、分からないところが多い、はいはいはい、大筋は分かるよ、うん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 、大筋は分かるけど、その細かい設定みたいなのが、うん、なんかよく分からんなと思って、まあ、もう一回見ればもうちょっと飲み込めるかなと思って、うん、もう一回行ったんですよ、はいはいはい、そしたら印象あんま変わんなかったですね。うん、やっぱり分からんみたいな。まず僕、新海誠監督作品、はい、秒速5センチメートルと、はい、君の名はしか見てないです、はい、あ、全然いいと思いますよ。名作じゃないですか、両方とも。そうっすね、うん、あ、琴の葉の庭も見てるわ。あ、ほんと、はい、それね、俺よくわからなかったじゃない。俺ね、この3作品見てるんですけど、うん、どれもよくわかってないっす。君の名はわかるでしょ、まあ、わからないとこないよ。大筋はわかったっすよ、うん、大筋はわかったっすけど、考察サイト見ました、君の名は。そうなんだ、うん、そんな難しくないじゃんだって。まあ、なんかタイムスリップしてみたいな、シンプルタイムリープか、うんうん、してみたいなのだったっすけど、うん、なんかね、最初冒頭、うん、テレビで見たんすよ、はい、最近、はいはいはい、その時になんかぼーっと見とって、うん、ああこういう話なんだ、これすごいんだと思って、これ売れたんだみたいな感じで見とったら、うんうんうん、君の名前はとか言って終わったっす、うん、映画が。あれ、ちょっと待って、終わったぞと思って、なんで、うん、あ、これ3年前に起こった隕石の、うんうんうん、あの子なんだって、はい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 、このリアルタイムに生きてる人とやり取りしてるかと思ってたら、うんうん、過去の人だったんだっていうところは、ってなったよ。なんなかったっすか？あ、死んでるのねっていうのはなったっすよ。いや、死んではないよ。死んではなかったっすか？なんか死んでるからって分かったから。あ、助けるだったっけ？そう。だから助けに行くなったっけ？じゃなかったでしたっけ？あ、そうだったっけね。なんか、放送を流してそのお祭りの時に逃げてくださいみたいな、すげえ頑張っとるなーって思って、お父さん理解ねえなーっていう感じだったっすね、君の名は。そうか、はい、そういう感じでしたか、はい、で、天気の子は奥さんがめちゃくちゃ好きで、はい、その天気の子を、トモは見てないんだよね。俺はね、見てないんですよ。で、あらすじ聞いて、うん、あ、見たいなってちょっと思ったっす。そのなんか、何、天気を操れるっていうか、雨を降らせれる子が、なんか、商売を始めるというか、うん、そんな感じの話なんですよね。そうだね。あ、そう、うん、そうだったかもしれない。ちょっと、あんま覚えてない。あ、一回ですもんね、だって。一回。そう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 。僕はゼロ回で。でもよかったよ。そうそうそう、なんかいいって言ってて、あ、ちょっと見たいなと思って。うん、好きだった。はい。で、すずめの戸締まりが今。すずめの戸締まり今やってますね。もう公開されて多分1ヶ月ぐらい経つんじゃないですかね。あ、そうなんすね。うん、多分。そっかそっか。そうそう。うん、もうね、公開された時はね、うん、もうね、1時間ごとぐらいに上映してて、うん、あ、特に豊橋、はい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 、18スクリーンあるじゃないですか、はい、もうだから、うん、もう至る所のスクリーンで、うん、やってるんですね。1時間ごとぐらいに刻まれて、すごい、やってて、もうある意味ね、あの、スズメの大群って言われてた。うん、すごい。まずタイトルから、うん、ストーリーが全く想像できんですね。分からんすよね、うん、分からん。私も前情報全くなしで行ったんですよ、うん、そう。そして、あ、なるほど、こういう世界観なんだな、うん、みたいなので、うん、そうそう、まあ分かるんすけど、うん、まあざっとね、
ストーリー、まあ、ネタバレ含むよ。うんうん、全然もういいでしょう、はい、全然、はい、うん、ネタバレ含みますけど、まあストーリーといえば、うん、新海誠監督の劇場用、うん、まあ、特に君の名は、うん、天気の子、天気の子、すずめの戸締まり、うん、全部日本の神話とか神とか、うんうん、その辺がちょっと絡んでくるんですよね、はいはいはい、例えば一作目君の名もさ、なんかさ祠に入ってってさ、うんうんうん、そこでお酒飲んでみたいな感じでしたね、あってね、うん、とかさ天気の子もまあ雨を降らせ祈りによって平降らせる巫女みたいな、うん、そうでビルの上に神社があってみたいな、うんうんうん、だ今回もちょっとそういう神話のような神様みたいな、そういうニュアンスがあって、うん、閉じ師っていう、うん、扉を閉めるっていう仕事をしてる男の人がいて、はい、うん、まあ、主人公は女の子なんだけど、はい、スズメ、うんうん、あ、名前なんすね、名前なんですよ、おそう、岩戸スズメっていう、おおおお、あの、ちなみにこの岩戸スズメの岩戸は、うん、あの天のうずめの神、うん、なんかさ、天テラス大神が洞窟の中に入っちゃって引きこもった時ですね、引きこもった時になんか踊りを踊って、うん、でね、あの顔を出させてみたいなの、うんうんうん、あの岩戸、うん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 、から来てるらしいんですよ。へえ。そうそう。でうずめの神みたいなので、うん、まあ、そこからはスズメになったらしいんだけど、うん、意識はしてると本人は。あ、そうそう。ほんで話に戻ると、うん、主人公2人いて1人は、うん、そのスズメ、うん、もう1人はその閉じ師って言われる扉を閉める人。その扉を閉める人は何人の扉を閉めるかっていうと、人がいなくなった、うん、例えば廃墟とか、はい、昔そこで村があったけど今はなくなったとか、うん、要するに人が寄りつかなくなった場所っていうのに、うん、扉があって、うん、でその扉からまあ、その物語の中ではミミズっていう名前なんだけど、はい、その扉からミミズが出てくると地震が起こる。だからその人が住まなくなった土地にある扉を閉めて回るっていう仕事をしてんだよね。ほう、一応なんか邪剣見たんですけど、邪剣見た、うん、あのハウルみたいな人、そう、なんかどこでもドアみたいな、うん、ドアなんですか、そのそう、どこでもドアみたいみたいな感じですよね、まさにどこでもドアみたいな感じ。あー、なるほど。そこからそのミミズと呼ばれる何かが出てくると地震が起こるってことです、うん、地震が起こる、そう。あー、だからそういう場所を探して、うん、ミミズが出てくる前に、うん、それを閉めるっていう仕事をしてる人、うんうんうん、で、うん、そのスズメの町にその閉じ師のその主人公、うん、来てなんか扉を閉めようとするんだけど、はい、その人が見つける前にスズメがその扉を見つけて、はいはいはい、うん、その段階ではその扉からミミズできてないんだけど、スズメがそこになんか置いてあるみたいな、なんか刺さってるんだけど、うん、なんか石みたいな、猫の形の石みたいな、なんかそういうのがあって、うんうんうん、なんだろうこれとか言って抜くんだよね、はいはい、そうすると実はそれが金目石っていう石で、はい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 、なるほど、うん、それが刺さってるとそのミミズを抑えることができるみたいな、うんうん、でもそれを抜いちゃったもんで、うん、そこからミミズが出てくるみたいな、うんうんうん、で一緒になってその扉をスズメと閉じ師が一緒になって閉めるんだけど、うんうん、でその間にその刺さってた猫みたいな石、うん、それが本当の猫になっちゃって、おうおう、うん、変身して、うん、なんか逃げちゃって、うん、どこ行ったんだろうみたいな、それを追っかけながら、うん、旅をするっていう話なんだよね。旅もするんです。そんな離れてっちゃうんですね、猫が。めっちゃ離れてくる。スタート地点は、うん、九州、うん、うん、
なんか南の方だったよ、熊本とかそっちの方かな、うん、ちょっと場所はちょっと分かんない、うんうんうん、なんか九州で、でそっからフェリー乗って、愛媛だったけど、ちょっとあの四国行って、すごいですね、でそっから神戸行って、うん、そっから東京行って、ほんで東北、うんうん、あめっちゃ移動するっすね、めっちゃ移動するんですよ、そう、ほんで、うん、また福岡に帰ってくるって話、うーん、話としてはそう行って帰ってくる話、うん、猫探しに、猫探しに、そう本当そう、うん、そうで、うん、そのスズメっていうのが、はい、3.11、うんうんうん、2011年に起こったあの震災でお母さん亡くしてて、はい、でお母さんの妹、はい、おばさん、はい、と一緒に暮らしてるんで、ね、うんうん、2人で、あだから九州に移ったみたいな感じなんですか、ね、そうそう、なんかそんな感じな、実家がそこあったのかな、うん、ちょっと分かんない、それはちょっと忘れちゃったんだけど、うん、そうそう、姉さんと、あ、だから妹おばさんと一緒に住んでるみたいな、うん、そうそう、で途中でそのおばさんも旅に参加して、うん、一緒に東京から一緒に参加して、まあ、東北に一緒に行くんだけど、うん、そうで、その心の傷みたいなさ、うん、震災で受けた心の傷みたいな、うんうん、それずっと背負っているんだけど、うん、まあ、最後にそのトラウマみたいなものが解消されるみたいな、うん、うん、そうそう、だから話としてはそっから、うん、またその最後に入った扉で、はい、そのミミズを倒し、うん、倒してか、まあ、封印して、して、そうそう、金目石で、そう、ほんでその扉を閉めて、でこっからなんか行ってきますみたいな、新しい自分、うん、新しい世界に行ってきますみたいな、なんかそういうさ、はい、うん、その心の傷を、要石を負っての旅だったけど、うん、心の傷も解消する旅でもあったみたいな、そうそう、なんかそんな感じ、そんな感じ、うん、そう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 、本当そうそうそう、そんな感じ、うん、はあ、うん、で、そうじゃん、そこが、うん、見る人によっては賛否両論ある場所、ある部分かなって思ってて、物語の中で、うん、やっぱそのミミズが出てくるとさ、うん、やっぱ地震が起こるじゃんね、はいはいはい、そうするとさ、地震、速報みたいな、うん、キュインキュインみたいな、うんうん、とか、なんかテロレロンテロレロンみたいなさ、うん、ああいうあるじゃん、はい、なんかああいうのが流れてくるじゃん、ね、うん、本当にあれに対してトラウマ持ってる人は多分いると思うじゃん、あ、なんか実際そうかそうか、もうそのものズバリの音じゃないよ、それ風、うんうん、それ風な音が映画の中に出てくるから、うん、それに対して、それに対してトラウマがある人、まあ、怖いって思う人は多いですよね、そう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 、でもその辺はまあ本当に際どいラインだなって思う、うん、でも逆にその最後、うん、そのトラウマが解消されるって言ったじゃん、うん、そのシーンというかそこに、うん、なんか元気を与えてもらうとか、うん、その、トラウマがあるけど、うん、前を向いて生きていけるようになるみたいなメッセージみたいなものは、うん、最後そこで込められてる新海誠監督のメッセージは込められてるから、うんうん、それに救われる人っていうのもたくさんいると思う、うん、なるほどなるほど、うん、そこは本当ね際どいと思う、で実際、君の名はもう、うん、彗星が落ちてきて、うんうんうん、隕石が落ちてきて街がなくなる、なくなる、うん、まあ、それも当時から震災のメタファーだって、その 3.11 のメタファーだって言われてて、ね、へー、あ、そうなんですね、そうそう、突如として日常がなくなる、うん、故郷がなくなるみたいなさ、そうで天気の子も水害じゃんあれって、うん、あ、見てないよね、見てない、天気の子も東京が沈むじゃんね、あ、その津波みたいなので、雨で、
あそうそうそう、うん、雨沈んじゃってっていう話で、うん、それもやっぱり311の津波のメタファーだって、震災のメタファーって言われてって、うん、ついに今回はもうガチの、うん、まんま出してきたみたいな、まんま出してきた、そこは本当、もうなんていうのかな、誠実に向き合ってるっていうか、新海誠監督が、まあ、これだけ時間経ってやっぱまだトラウマ、その当時主人公は4歳くらいで、それに会ってお母さんがその震災で亡くなって、うん、でお、ね、妹に引き取られてみたいなさ、うんうん、でお母さんどこ行っちゃったのみたいな、うん、お母さんきっと私のこと探してると思うからみたいなさ、うん、なんかそういうさ、うん、まあ、心に傷を負ってみたいな、うん、そうそう、それをちゃんと、まあ、ちゃんとっていうか新海誠監督なりに、うん、まあ、書き切ってる、ちゃんと311のことだよって書き切ってるっていうところは、はい、まあ、本当賛否両論あると思うけど、うん、私は誠実だなって思った。うん、まあ、確かに確かに、うん、そういう、まあ、メタファーじゃなくてっていう、うん、そう、これだけの時を経て11年経ってますからね、しっかりと向き合って、うん、書いたっていうのは、うん、そう、逃げてないなって、でそれに、うん、それにそぐうというか、その向き合ったなりのちゃんと彼の答えを、うん、そのラストのシーンで出してるから、うん、これにすごい心づけられる、うん、なんて言ったっけ、いい、うんうんうん、人も、うん、大丈夫だと思います、いるだろうなって、はいはいはい、救われた人もいるだろうなって思うメッセージ。実際そこはね、1回目見た時もね、2回目見た時もね、泣いちゃうんすよね。泣いちゃうんすよ。なるほどね。そう。なんか、すごいいいですね。あの映像と、うん、まあそういう強いメッセージと。めっちゃ、でもね、ほんとね、うん、そのシーン自体は、めっちゃ短いじゃんね。多分 2分ぐらいの、そのシーン自体は。でも泣けるんすよね。すごいな、2分でそこまで伝えるって、まあその要石がみたいなのが、その経過がね、そう、伏線になって、ね、そこがっていうところがあると思いますけど、経過があるからなんだけど、うそう、そこは2回ともやっぱ泣いちゃったね。すっごいそこは良かった、むしろ逆に、はい、そこが良かったからこそ、うん、なんか細かい、どういうこと、どういうこと、この設定ってどうなってんのみたいなとこも、うんうんうん、吹き飛ばしてそこに感動できるぐらいのインパクトはあった、私の中では。うん、うん、でこれで元気づけられる、うんうんうん、勇気をもらえる人ってのもたくさんいるだろうなって思ったし、もう多分ここが伝えたいための映画なんじゃないのかなって思ってもおかしくないぐらいの感動的なシーンだった、私はね。うん、でもいいですね。もうちょっとそれだけでちょっと見たくなりますね。うん。うん、見る価値ありですね。そうだね。そこ、そうだね。新海誠なりのエールというか。まあ、うんうん、まあ。それはすごい良かった。さっき11年経ってるって言いましたけど、11年経ってもまだまだ絶対抱えてる人はいくらでもいるじゃないですか。いると思う、うん。だからそれに救われたっていう人もいると思うし、うん、逆に。ああ、そうか。そう。それを扱って、うん、例えばだけど、うん、その土地、うん、人がいなくなった土地、うん、っていうところに行って、でそこの土地の人の声を聞きなさいみたいな、うん、そうすることによってその扉を閉めることができるよみたいな、あー、なるほど、そうそう、うん、感じでさ、そこで例えば遊園地の廃墟があって、うんうん、でそこにそこからミミズが出てくるみたいな感じで、うん、でその時のそこにあった人々の思い、うん、それを聞く、まあ、そうするとなんか親子でその遊園地でわーとかお父さんとか言いながらさ、うんうんうん、なんかその土地の思い出みたいなのを楽しんでる様子みたいなのをさ、そうそう、それを聞いて、うん、で、この土地をお返ししますって言って鍵を閉めるじゃない。ああ、ほうほうほう、うん。まあ要するにその土地の神様、うんうん、に、まあ人間が借りてた土地、はいはいはい、はい、でしばらくはそこで楽しんだけど、うん、
今は人がいなくなっちゃったからそれをお返ししますって言って鍵を閉めると、うんうん、そうそう、まあ、その時にその人々の思いみたいなものを汲み取って、うんうんうん、閉めるみたいな感じなんだけど、うん、その最後の東北での扉、はいうん、そこでもやっぱり人々の声を聞くじゃない、まあ、まあそうですね、うん、でその時に、うん、日常の、うん、と例えば行ってきますとか、うんうんうん、とまあいただきますもあったけどなんか、うん、行ってきますとか本当日常の言葉があるんですね。そう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 、うんうん、すごい割と、うん、ポジティブなワードがそこでなんか繰り返されるじゃん。ちょっと忘れてたな。行ってきますもそうだし、行ってらっしゃいもそうだし、うん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 、ちょっと忘れてたな。なんか2、3、あ、もうちょっとあったかな。なんか4つか5つぐらい、なんかそういうワードが、そのスズメの中に入ってきてみたいな。うん、そうそう。扉閉めるんだけど。その震災があった土地で、うん、そんなポジティブなメッセージばっかじゃないんだろうなって、うんうん、本当はもっと辛い思いをしてそこで亡くなった人もいるだろうし、ねうん、そうその辺はまあ無視してるというか、まあえて書いてないと思うんだけど、うんうん、それって、まあ、誠実なのか。あその、うん、うーん言い方すごい悪いですけど、うんそういうマイナス的な部分に蓋をするというか。そう、まさにまさに、まさにそういう感じじゃん。そこは見せないで綺麗なところを見せてるみたいな。そう、そう、そう、そう。そう思う人もいる。そう思う人もいると思うじゃん。うん。そう。確かにね。うん。そこは、さっきの最後の感動したっていうメッセージ、うん、とは逆に、そうやって、思うだからそんな綺麗事ばっかり書くなよって思う人もいるかもしれない。でもそう思った人も最後のその本当に2分ぐらいのシーンで元気づけられるとかあるぐらいそこのメッセージ性はすごい良かった俺はね。まあでもそれ、うん、まあそうだねそれは良かった。あでも、うん、でもその、うん、監督のその考え、うん、多分本当にマイナスなことも入れようと思えば入れれたと思うじゃないですか、うん、入れたと思う、うん、でどういう意図で切ったっていうかそこを綺麗にしたっていうか、うん、マイナスな部分は入れなかったのかっていうのはすごい気になるところですね。まあでも分からんそれは、うん、そのまあ映画的に例えばそうそう映画的な、あとその忘れ去られた土地みたいな廃墟とか、うん、そういうところで昔そこで人が住んでたじゃんって、うん、でそこでみんな生活したりとか、うん、そこで、楽しんだり、うん、例えば温泉街の中にそういう扉があったりとか、うん、そう昔そこで人が暮らしてった、うん、で、まあ、そこが、まあ、温泉街なり、遊園地なり、うんまあ、楽しむ場所みたいな、うん、人が楽しむ場所過去に、まあ、そこと、うん、とそれを並べてって最後、うん、その東北の地でそこだけ辛い思い出みたいなのってちょっとこうなんていうのかな確かにえ最後なんでっていう風になったり横に並べた時にちょっと違和感はあるよね。なるほどそういうやっぱりいいまあ別にその場所は、うん、人が楽しんでたっていうよりもその最後の東北の場所は楽しんでたっていうよりも、うんうん、まあ日常を普通に送ってた場所。そっかそっか。うん。で、その中で、うん、まあ、言葉を選ぶならば、その、行ってきますとか、行ってらっしゃいとか、なんかそういう。確かにね、そういう言葉にはなりそうですね。割とポジティブな、うん、言葉の方が、まあ、バランスで言ったらいいよね、とは思うよ。確かに、うんうん。いきなりそこでマイナス出すより。そう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 。うん。だからもう、本当最後の、その東北は場所の選定から、他のところと比べると、うんうんとまあ、ピンポイントに例えば遊園地とかじゃなくてっていうことなんですね、うん、最後そう最後はそう自分が住んでた家、うん、あ津波で流されちゃってなるほどなるほどそうそうごっそりない町のごっそりない町、うん、
扉なんですね。そう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 、その中にある扉。うん、へえ。じゃあね、でも設定はすごく興味深いですね。うん、うん、このネタバレレビューを聞いてでも全然見れる。うん、全然見れるよ普通に。見たい。ロードムービー、要するに旅、旅だもんね、うんうんうん、まあロードムービー、はい、でなんか例えばフェリーで四国行ったりとか、うんうんうん、で、まあ、そこからまたあの電車乗ってとか、うん、東京行ってとか、結局東京から東北までは車で行くじゃん。おお、お母さんが参加し、お母さんじゃない、おばさんが参加して、おばさん参加して、そうそう、でその都知事っていう人の、うん、あ、まあ、大学生で、その都知事は、ああそうなんですね、そう、そういう仕事しながら、はいはい、その大学生で、その同級生の子がなんか一緒にその東北まで連れてってくれるんだけど、そこのね車の、うん、シーン、うん、ドライブシーン、はい、そこでさ、東京からさ、まずさ出発するときにさ、あの、あの人のママになる、はいはいはい、魔女の宅急便の、そう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 、まあ、ユーミンのルージュの伝言、そう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 、はいはい、をなんか流してドライブするみたいな、うんうん、まあその、よく言われてるけど、うん、その魔女の宅急便から、まあ、撮ったみたいなさ、うん、まあ、オマージュみたいなね、そう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 、うん、うん、なんかそういう感じで、すごい、うんと行くぞみたいな、うん、ちょっと楽しげなシーンというか、はい、ここから東北向かっていくぞみたいな、その時の、うん、ドライブしてる時の周りの風景とか、うん、それはねすごい気持ちいい、なんかぬるぬるっていうか、なんていうのかな、多分あそこは CG だと思うんだけど、うん、すごいね、見てて、あー気持ちいいなーって思う爽快感がすごいあった。それはちょっと何でか分からんけど、うん、すごい、まあ、リアルでもあるし、うん、なんか見てて気持ちいいなーっていう映像だったよね。ちょっと、うん、理由はちょっとね分かんない。でもなんかそう言われると魔女の宅急便も、うん、そこのシーン結構気持ちいい感じですよね、空飛びながら。そうなの、うん、もうその移動してくみたいな、そういうシーンだった、うん、あ、ほんと、ちょっとそこはねどういうシーンで流れたか魔女の宅急便わかんないけど、うん、そのシーンはね見ててね気持ちいいなって、あ、すごいなんかアニメの良さみたいなのがすごい感じられて、うん、すごい良かった、うん、いいっすね、うん、気持ちよかった。あ、うん、もっと見てたいなって思うドライブシーンだったじゃんね、うんうんうん、そこすごい良かったね。あとなんかメモったんだよな。お、2回見てますからね、もうね2回見てますけど、うん、書くことはなかったっすよ本当に。でも見たくなる。天気の子もこうやってあらすじ聞いた時に見たくなったんだよな。設定が多分好きなんだろうな、この神々とかそういう、そうそうね、そうそう。ほんで、あ、そうそう、今ねメモを出しました、はいはい、でよく言ってる、うん、あとカメラのアングル、うん、というか呪詛とか、うん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 、女神の継承とかも言ってた、うん、もうカメラ揺らさんでええっていう、うん、ゆらゆらカメラ、はい、あれするんすよね、アニメでも。お、少ないよ、新しいっすね、めっちゃ少ないけど、うん、するんすよあれ、うん、ゆらゆらを、うわアニメでもやったと思って、うん、なんか多分それは、うん、まあアニメだもんで、はい、あえてその表現を使ったと思うじゃんね、うん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 、そこをひょっとしたらよくよく見てみたらその主人公の気持ちが動揺してる、はい、ああなるほど、うん、そうからこそのそのカメラワークだったかも、はいはい、ちょっとそれはちょっと覚えてないけど、うん、気持ちの揺れと連動してみたいな、ね、みたいな、うんうん、そういう感じで使ったのかもしれない、うん、ちょっと覚えてないけど、うん、うわアニメなのに揺らすやんって思った、うん、どうでしたその気持ち悪さっていうか、あ、もう嫌だった嫌だった、あ、うん、あ、やっぱアニメでもやっぱそう なるはなるんですね、なるなるなる、うん、へー嫌だった。だからそれが意味のあるあれだったら別に、あ、まあね、いいのかもしれんけど、うん、効果的に使われてるんだったらね、そうそうそう、うん、
そう、ちょっとびっくりした。なんかアニメでも実写みたいにやるんだなって、うん、それはちょっとまた一つ見るポイントでもありますね。そうだね、うん、うん、そんなに対応してないよ本当に。まあまあまあ、2つか本当それぐらいのアクセントぐらいな感じでっていう、そう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 ぐらいのあれだったね。ほんで、あとね、うん、アニメならではのぐるぐる回るっていうカメラワークがあって、ほう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 、あとね、ちょっと一作目っていうか、君の名はで、うん、ちょっとね、それがあったかどうか覚えてないんだけど、うん、2作目の天気の子では、ラストに近い方で、主人公が、ビルの上の鳥居めがけて、うん、その外の非常階段みたいなところを階段登りながらそのビルの屋上に行くみたいな時にカメラがそのビルを中心にぐるーって周りをこう周りを映す、うん、周りを映すカメラが回ってる回ってる、その階段を映、うん、ビルを映しながら回って回るっていう階段を登っていくところが何だろう、わかるじゃん、わかるっす、わかるっす、うんうん、はいはいはい、あれめっちゃ気持ちよくて、うん、映画館で見た時に、うん、すげえ気持ちよくて、そのシーンが、うんうんうん、アニメならではだし、うん、ですね、うん、すごいいいなって、もっと見てたいなと思うっていう気持ちよさみたいなのがあって、それが今回もやっぱあって、その観覧車の、あと廃墟の遊園地の観覧車の、あと、まあ、廃墟なのになんで観覧車が動くのかっていう、まあ、そこもあるんだけど動くんですねそれ置いといて、はい、その頂上で止まった時に、うんうん、そのゴンドラの 上だったかな、なんか乗って、本当にもう観覧車の頂点のところで主人公が追って、そこでカメラがぐるーって回るじゃない、はいはいはい、その主人公周りを、そう観覧車含めの、そう、うんうん、ぐるーって回る、それはめっちゃ気持ちよかった。いいっすね、そのカメラぐるぐるめっちゃ好きと思って、やっぱ綺麗、映像綺麗だし、それはなんか日の出だったかの、うん、なんか光が向こうからこう来るみたいなさ、うん、うん、すごい綺麗でもあったし、すごい気持ちよくて、そのアングルがバレット、あ、まあみたいな、そうそうみたいなね、うん、そう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 、もっと引き版みたいな、もっと引き版みたいな感じですよね、うん、そうぐるーって回って、うん、それがねすごい気持ちよかった、いいっすね、うん、なんかそういう、うん、アニメならではの気持ちよさみたいなのはあったね、うん、とメモであるのは、うん、そうそう、最後そのミミズ、うん、どうやら話の中で、うん、要石っていうのが2つあって、うん、西と東で、うん、そのミミズを封印することによって、うんうんうん、地震を抑えてるみたいな、はいはいはい、うん、そういう話で、ミミズが頭と尻尾なのか、うん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 、なんか先端そうそうそうみたいな、うん、そうそう、で最後その東北で扉の中に入って、うん、そのミミズをまた封印するんだけど、うん、あ、ソータだったっけ、その閉じ師、うん、ソータとスズメで、うん、その要石をそれぞれ持って、あ、ダブルで刺すんですね、それ、そういうことですね、一緒にその場で一緒にこう刺すじゃん、はい、で、そのミミズを沈めるみたいなシーンがあるんだけど、うん、その本当に最後そのスズメのソータでこう刺して、そのミミズが、封印されてく様子みたいなのが、うん、結構遠巻きで絵にして見せてくれるんだけど、うんうんうん、その時の鳥居の形してるんですよね、その なるほど、うんうんうん、そのミミズ、まあ長いんだけど、うんうんうん、それが、まあ、どういうわけ か、 なんか鳥居みたいな形になってて、多分これは
意図的にそういう形で、うん、にしたのかなって、うんうんうん、新海監督が、うんうん、まあ鳥っていうには鳥ってさこう数字の2みたいなの書いて、うん、あ逆か、うん、と上が長くて、うん、上が長くてでもう一本下にあっ て, 下にあってほんで左右にこう足が生えてるみたいな感じじゃん、はいはい、その左右の足もあるし、うん、その下の横棒もあるんだけど、うん、上の一番長い棒だけないみたいな形の、うん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 、その最後、うん、ミミズがそういう形で封印されてくるんだけどまあきっとこれ鳥意識してるよねっていう、うんうんうん、あなんかその要石が棒でミミズが一直線みたいな、うんうん、もうミミズ自体が、そうミミズ自体が、そうあれどういうどうしてああいう形になってるかちょっと分かんなかった、2回見たけど分かんなかったけど、なるほどなるほど、俺はあのその要石のが柱となってみたいな感じなのかなと思ってた。ちょっと本当要石はね、うん、本当にね人間がこう、うん、なんていうの抱えることができるぐらいの大きさが欲しいよね。それをなんかミミズに打ち込んで封印するみたいな感じだったんだけど、うん、そうその足の2本は、うん、まあ分かるじゃんね、その頭と尻尾の、うん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 、でそれぞれそれを封印して2本は分かるんだけど、うん、その横の1本は何、ね、って2回見たけど分かんなかったけど、うん、でもあえてこれはその鳥未完成な鳥なのか、まあ鳥に見立てた何かなのか、はい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 、うん、なんかねすごいそれを感じたね、うん、この横棒何なのと思いながらもうんうん、うん、まあまあまあいいかみたいな、こう見せたかったんだなみたいなさ、うん、思ったね。なんか大まかにはそれぐらいなんだけど、うん、なんか結構映画レビュー、他の人の映画レビューとか見てみると、うん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 、スズメの戸締まり、考察みたいな、うん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 、ありますねよくね、なんかそうそうあってさ、うん、なんかほんといろいろ考察の余地がすごいある映画じゃんね、うん、へー、もう言ったらその一番初めに、うん、温泉街で扉が出てくるんだけど、うんうん、その扉の横にそのさっき言った要石があるみたいな、うんうん、で要石を抜いちゃうとそれが猫になって逃げ出すみたいな、うん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 、え、もうその時点でどういうことってなるじゃん、うん確かに。え、石が猫になるの？みたいなさ、うんうん、そうそう、え、どういうことって、うん、なんかそれなんかよく分かんなかったし、うん、その閉じ師っていう人が、うん、こういろんな扉を、うん、なんか閉めて回ってるらしいんだけど、うん、なんかそれは、うん、なんか途中でね、じいちゃんが出てくるじゃんね。ソータのじいちゃんが、もうなんか病院で入院してて、はい、なんかもうヨボヨボで。先代ぐらいの感じですか？そうそう。代々閉じ師なんですか？そう、それが、父さんは出てこんじゃんね。ソータの父さんは出てこずに、じいちゃんが出てきて、うん、で、なんか閉じ師が、みたいなこと言うんだけど、うん、父さんはどこ、どうしたのかなみたいな。呪術廻戦みたい。あ、そうなの？呪術廻戦もおじいちゃんは出てくるんですけど、うん、親は出てこないんですけど、うんうん、なんか親のことなんかあるような含みを持たせてるんですよ。ああそうなんだ、ね、うん、そうそう、へえ、うん、なんか出てこなかったし、気になるっすね。そう、ほんで途中で、うん、旅の途中でもう一匹猫が出てくるんですよ。うんうんうん、その要石とは別の、そう、要石が猫になったら、ね、それを追っかけていくじゃん、うん、途中でもう一匹猫が出てくるんですよ、うん、で結局それも要石なんですけど、ああああ、うん、なんかいつの間にか車に乗り込んできて、うん、で一緒に旅するんですよね、うん、で最後、うん、その途中で加わった猫は、うんうん、最後そのネズミと戦うぞっていう時になんかでっかい白い竜みたいな、ファルコンみたいな、ネバーエンディングストーリーのファルコンみたいな
なんか白いでっかい竜になって、うん、ネズミやミミズと戦うんですよ、うん、ほう何この設定みたいな確かに確かに途中から来たやつがそう最後戦うって白い竜になってでなんかそのミミズでかいんだけど、うん、なんかそれに引けを取らないなんか大きさで、うん、なんか戦うんですよ、うん、何この設定みたいな、うん、どういうことみたいな。あ、そのネズミとは戦うんす。ミミズ。あ、ミミズ、うん、とは毎回いろんな場所で戦うんですか。あ、そう。まあそういう感じ。うん。まあ、戦うっちても、その出てくる扉を閉めるっていう戦いみたいな。うんうんうん、うん。でも最後は封印するみたいな、うん、その石で。そんな感じなんだけど、なんか急に竜になって、白い竜になって。どうしちゃったみたいな、うんうんうん、とかちゃんと考察すれば答えは出てくるのかもしれんけど、うんうん、ちょっと唐突だったなみたいな。これはちょっと岡田斗司夫先生に、うん、聞きたいところではありますよね。まあ、でも探せば出てくると思うよ。まあまあね、うん、やりそうな気もしますしね。まあ、いろんな人がいろんな考察はしてたけど、うんうん、なんかそういうね設定がなんかよくわかんない。いや、そもそも、うん、都知事がおったのに311起こっとるやんみたいな。まあまあ確かにね、うんうん、そうそう、都知れんかったっていう。そうで、なんか一説によると、うん、父さんが失敗して命を落としたみたいな。だからそれが起こっちゃった。20歳ぐらいだもんさ、その蒼太、今都知事として回ってるやつは20歳ぐらいだから、11年前じゃ9歳だら、はいはい、だからそんな頃は多分都知事としての活動はしてない。まあそうですね。そうで、じいちゃんが都知事なら、まあ父さんが都知事でもおかしくない。まあおかしくないです ね、うん、だからその父さんが失敗して、うん、あの災害が起こっちゃって、その時に父さんは命を落としたから、うん、今はじいちゃんしか残ってないみたいな、うん、物語の中にも父さん出てこんかったしみたいな、うん、まあそんな考察をしてる人もいた。あ、なるほど、ね、あ、まあなるほど、まあそれはないことないかなみたいな。ダブル主人公が親とのその死別っていうのを経験してるみたいな共通点もあるんですね。うん、そういうね、うんうんうん、うん、あるのかもしれないよね。え、その劇中で、うん、その都知事っていうものについて深掘りする時が、うん、それがないんですよね。ないんですね。それがないんですよ。なるほど。そう、それがない。あ、多分監督の中ではすごい細かい設定はあるんでしょうけど、あると思う。あえてそこは、そうそう、触れてないと思うじゃん。そうそう、それも謎。うん、んと、その都知事がじいちゃんから受け継がれてる能力なのであれば、うんうん、そこにポットでのスズメが扉閉じれるの、うん、って確かにね、うん、そうそう、うん、思うし、うん、まあなんかちょっとね、都知事っていうワード自体はめちゃくちゃ魅力的なワードなんですけどね。その、あ、いいよね、うん、いい、そうそう、うん、そう。で、ある人はなんかツイッターで流れてきた、はいはいはい、ある人はこの都知事っていうのは天皇のことなんじゃないのかみたいな、うんうん、実際、うん、あとそうやって言ってみれば神道のボスだら、まあまあそうですね、うん、天皇って、うん、でいろんな儀式をすることによって、うん、日本を沈めてるわけじゃない、うんうん、その要するに天皇のメタファーみたいな、あ、うん、で実際その東京でも扉を閉めるんだけど、うん、はいはいはい、うん、その時になんかひょんなことから、うん、ここはどう見ても皇居のお堀だよなっていうところに落ちるんですよ、うん、んでそのお堀の中にちょっとこう地下迷宮みたいな感じになってて、でそこに扉があってみたいな、うん、そういう描写があって、うん、でこのスズメの戸締まりの小説ってのがあって、おうおうおう、その小説の中には、うん、はっきりと
皇居の地下に扉があるって書いてあるらしいじゃん。へえ、うん。そう、それぐらい、うん、意識はしてる。なんかいろんな都市伝説もちょっと混ぜてあるっていう、うん、混ぜてある感じはあるね。あるんですね。そのなんか新宿から皇居につながるトンネルがあるみたいなね。そうそう、面白いですね。そう、でもその辺をもうちょっとなんか深掘りしてもらえたら、うん、なんかもっと楽しめたかもしれんなみたいなのはあるけどね。まあ謎のまま。 そっか、うんうん、そう、まあだからそう考察の余地があるっていうのは、まあなんていうのかな、うん、エヴァンゲリオンもそうじゃん、うんうんうん、ね、どういうことどういうことみたいなさ、そうやって広がっていく、輪が広がっていくもんだからさ、うん、まあ別に悪いことじゃないとは思うんだけどさ、うんうん、木村さんのその今までの新海誠監督作品で、うん、君の名はと天気の子を、うん、まあ見たじゃないですか、うんうん、こんだけ今回のスズメの戸締まりみたいに謎が残ることっていうか、うん、あんまなかったかな、ないですか。そう、今回ね、なんか設定が結構無理があるっていうか、うん、なんでっていうのが結構あって、例えばそのソータっていう戸締士の人は、うんうん、その要石から変化した猫によって、うん、お前嫌いとか言って、そのソータが椅子にされるじゃん。おう、うん、おう、なんでってなるじゃん、うん、確かに、うん、え、猫魔法使えるってこと、使えるのかな、うん、そう、その椅子っていうのは、うん、本当に子供が遊ぶような子供用の椅子、うん、あ、はい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 、ちっちゃい、うんうん、それにされちゃうじゃんね、うん、なんかなんで確かになんで椅子、うん、みたいな、うん、なんか意味を持たせてあるんですかね。うん、そうそうそう、まあそれもいろいろ言ってる人いるけど、ああなるほど、そう、まあなんか都知事の仕事自体は表に出る仕事じゃないみたいな、うんうんうん、その誰かの、まあそうやって災害が起きないようにとか、うん、まあそういう縁の下の力持ちみたいな、うんうん、うん、そういう、うん、仕事だよみたいな、うん、あ、そういうちょっとセリフがあったことが分かんないけど、うん、なんかそういう感じで、その椅子って別に普段意識してないけど、うんうん、ないと困るし、まあそうですね、うん、まあ、そういう意味で、うん、まあそういうなんか、ああなるほど、比喩というか、そう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 、なんか意味があるんじゃないかとか、うん、なんかそう言ってる人もいるけど、まあ別に初見でお前嫌いとか言って、うんうん、椅子になって なんで椅子、うん、みたいな、なるなるなる、うん、なんで椅子ってなる、そうそう、確かに、でその椅子も喋るじゃん、ね、うん、設定として、おうおう、そう、そのソータが喋るじゃん、おうおう、うん、まあでも周りからしたら、まあ、ただの椅子だもんで、喋、うん、ったらおかしいもんで、うん、まあ黙ってるみたいな、うんうん、あ、椅子、しばらく椅子のまんまなんですか。物語の半分以上は椅子ですマジですか、はい、ソータ椅子です、あ、なるほど、うん、へえ、そう、よくわかんないじゃん、うん、うん、そういうね、謎設定、うん、うん、まあとんでも設定というかね、そういうのが、そうだね、あるんすね、あるんすよね、なんかその新海誠監督ってその、うん、まあ金の輪でもそうですし、うん、天気の子もそうですけど、そういう謎とかを後からなんかこうだったんだよっていう監督じゃないですよね、多分ね。ああ。まあまあそこまで謎が一応ね、パンフレット買ったじゃんね。はいはいはい、もう分からんかったもんね、はい。パンフレット買って読んだけど、うん、まあ、大したことは書いてなかったじゃん。なんかいつかその監督の答え合わせみたいな、そういうのはなんかまあセンス的にもやらなそうですけど。まあどうなんだろうね。なんか聞いてみたいなって思いましたけどね。ひょっとしたらそうやって小説版とか今あの出てるインタビューみたいなのをつなぎ合わせれば、うん、ある程度の答えはあるのかもしれないね。うん、まあでも本当よく分かんなかったな。見たくなったな。そう、その要石から猫に変化したじゃん。うん、白い猫なんだけど、うん、途中から加わってきたもう一匹の猫、うん、それは黒いんですよ。
で人間と同じぐらいサイズのでかい猫なんですよ、ね、うん、ね、でかいですね、でかいんですよ、うん、そうなんでみたいな、うん、まあ白出たで黒出てくるのはちょっとわかるんですけど、でもでかさが、そう、でもその人によっては、うん、陰陽を表してるとか、おあー、あれか、対極図みたいな。みたいな、そうそうそう。はい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 。だったりとか、黒猫、最後、巨大化すると、白い竜になるのなんでみたいな。うん、確かに、うんうんうん。どういうことなのみたいなさ。だから、ね、そういうね。だったら白い方が良かったですよね、途中から出てくるのが。ね、うん、そう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 。色的には。そう。よくわかんない。なんかそういうハテナポイントが、いっぱいあった。でもそれは、うん、多分新海誠監督の中では、うん、まあ辻褄が合ってるっていうか、まあまあ全部意味があるっていうかね、そうそうそう、うん、と思うじゃんね、うん、わかるっすわかるっす、うん、なのでまあこっちが理解できてないのかなって、うん、だからこそなんか監督の答え合わせが欲しいなって思っちゃう、まあね、うん、まあそうだね、うん、納得したい、まあまあいろんな考察動画出てるんで、まあそれは見てもらえれば納得できるものがあるのかもしれない、ね、まあ ね、まず本編見てきますわ。そうだね、本編見て、うん、それはあるね、うん、本宮さんあるじゃないですか、愛知に。ありますね、うん、僕たちの町の近くに、はい、あそこにあるって言いますよね、要石ね。あ、そうで、日本全国にそういう伝承みたいなのってやっぱあるらしくて、うん、そう、だからそういう辺はそういう神話なり、うん、なんか伝承みたいなものをベースに作ってるのかなって、うんうん、なんか昔、うん、そのクラブやってた時、うん、木村さんも働いてた時に、うん、うちのクラブではないですけど、うん、あのベイサイドっていう大きいクラブあったじゃないですか、 あったあそこにね、うん、そういうスピリチュアルイベントが一回あって、あの富士山の麓で生活してる、うん、富士山ニニギって呼ばれてる、うん、まあ、そのニニギ神を信仰してるっていう、うん、富士山ニニギって呼ばれてる人が来るみたいな、うん、あったんですけど、うん、そのやっぱね来た次の日に本宮さん行って、うん、金目石を、うん、にお参りしてくみたいなので行ったらしいっすよ。そうなんだ、うん、それもやっぱりちょっとでも動かすと地震がみたいな、そういう話だった、うんうん、だからその辺やっぱベースにしてるんだよ ね、 ね、あるんでしょうね、まあ全国あるでしょうけど、そういう意思って、うんうんうん、そうとかね、なんか最後っていうか、その初めその要石抜いて猫になるじゃん、うん、でなんかスズメになんか可愛いねみたいな、うちの子になるみたいなこと言われて、うんうんうん、うん、で、なんか仲間なのかなみたいな。うん。まあ、でも、その、途中で、ミミズが出てくるじゃん。うん。で、どうやら、その、猫がいるところで、ミミズが出てくるもんで、うん、こいつがそのミミズを引き出してんじゃないかみたいな、はいはい、まあ、そんな感じになるんだけど、うん、まあ、最終的に、うん、そのミミズを封印するときに、はい、自分が要石になるんですよ。その猫が。猫がまた戻るっていうか、うんうん、要石に戻るみたいな。うんうん、なんかそこの、なんか初めは、あ、だったらもう一番初めの段階で、わかるっすよ。要石になってれば、まあ、いいのにっていう。いいのにな。その猫の心境の変化が、いまいちっていう、わかりにくいというか。そこはね、ちょっとわからなかったけど、うん、でもなんかその辺は考察しすぎいて、うん、なんかその心情の変化みたいなものがやっぱあったみたいで、うん、ちょっとそれがね読み取れなかったよ私は。まあでもよくそのちゃんと猫目線で映画を見れば、うん、なんかわかるみたいな感じで、ちょっとねそこはもう一回見てみんとわからんな。なんかまあその猫が心動かされたポイントがあるわけですね。あるみたいじゃんね、うん、そう。いやでもだったら初めにソータを椅子にするのも意味わからんなとか、うん、
なんかね、その辺はね、ちょっとね、自分の中でまだもやっとしてる。ああ、なるほど。なんか、クエスチョンが多いですよ。まあでも、ただ本当に、最後のメッセージで、うん、もう本当パワープレイみたいな、うん、私の中では、うん。もうその途中のクエスチョンは吹き飛ばすぐらいの感動があるもんで、うん、まあよしかな、みたいな。うん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 、まあ結果、なんか、ああまあまあ、うん、ああまあいい映画だったな、みたいな。はい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 、終わり良ければ全てよしみたいなね。そうそう、本当ね、うん、そういう結構パワープレイで強引に持ってったな、みたいな印象はあった。うんうん、で途中アニメの気持ちよさみたいなのもあるし、うんうんうん、嫌いじゃなかったですよ。ちなみに3回目見てもいいな。だ君の名はだって5回ぐらい見たんですよ。見た見た。そんぐらい見てもいいなっていうぐらいですか。もういいかなって思って。2回見りゃいいかなって。もういいかなって思う。なるほどなるほど。そうそう。いやちょっと見てえな。そうだね。っていう感じだったな。面白そう。その細かい設定とかもすごい気になる。なんかもうちょっとね、うん、見てみれば、わかるのかもしんないけど、そう。で、アバターの時も言ったんですけど、結構今日、なんか手に何も持ってなかったんですよ。はいはいはい、わかりますよ。ただ、映画を見たぞっていう気持ちだけで、この収録挑んだんですけど、気がつくと、もう50分過ぎてんすよね。まあ映画好きなんでしょうね、木村さんね。あ、そうなのかな。で、マジで丸腰できたじゃんね、今日。何も持ってない。そのパンフレットも買ったけど、パンフレットを持ってない。はい、一応、まあ、ポイントをね、ちょっと丸腰で、両手何も持たず来たんですけど、結局なんか50分ぐらい行っちゃったんですよね。ちょっとびっくりしてます。でもね、気になるっす。じゃあ聞き上手なんですよ、トム。あ、いや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 、そんなことはない。聞き上手なんですよ。見てないからこそ逆になんかちょっと聞きたくなって、それで 見たいなって思うタイプなんですよ、俺は。ああ。そのネタバレ見て、あらすじ見て、みたいなタイプなんで、なんかすごい聞きたくなって。そう、最近見たクソ映画いっぱいあったじゃないですか。はいはいはい。それに比べたら、その新海誠監督がこれを見せたいっていう、うん、まあそう監督の思いね、監督の思いは十分伝わってくるもんで、うん、そんななんかじゃあもう変なピーレンという感じだろうね。嫌な気持ちにはならなかったですよ、それはそれで気持ちよかったっていうか、監督のメッセージみたいなものは脚本も書いてるんで、それはすごい伝わってきたから、それはすごい気持ちよかった。いい映画だなと思った。収録入る前、まあ俺はその最近紹介してきたクソ映画たちの編集をチラッとするじゃないですか。はいはいはい、その今撮りますよのところも見てるわけじゃないですか。もうカットする、はい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 。あの時の顔と全然違いますからね。今日の2本、今日まあアバターと収録はスズメの戸締まりもやってるんですけど、はいはいはい、今日の2本全然顔違いますから。まあね、そうそう、両方とも良かったよ。だから、監督のやりたいことがちゃんと見えた。それはやっぱ大事だな。映画の中でそれはすごい大事だなと思って。それがまあ映像なりメッセージなり、何かそれがやっぱないとちょっと辛いなと思って。確かに、間違いないですね。そのまあ YouTuber でも何でも映画でもドラマでも何でもそうですけど、ここ見せたいんだっていうポイントがね。大丈夫、本当にそんなこと言って大丈夫。THC オカルトラジオ、ポイントはっきりしてます？違う、そういう見せたいポイントはっきりしてますかね。木村さん、俺たちはラジオなんですよ。でも最初そう思ってやっぱり時間かかったっすよ、始めるまでに。作り込んだ映像とかも作り込んだし、まあ、っていう。そうだね。それもあるんで。まあ、そこにメッセージはなかったかもしれんけど、こうやって見せたいっていうものはあったよね。他のオカルト的なチャンネルとは違う、そうじゃないところを目指したいから、例えばオープニングの映像をしっかりするとか、音をちゃんと良くするとか、そうですね、そういう確かに思いは全然ありますね。内容は特にはなかったけど、差別化みたいな、そこを、強調したみたいなところは確かにあったね。そう、だからまあ、いいのかなと。いいの、はい、僕たちもそっち側ですよ。いいの
あ、聞いてて気持ちいいなって思えるような、うそういうことをやってるってことでいいですか。まあでも、まあ映像もそうですけど、うん、音に関しては多分結構聞いてて違和感を残さないっていうのは、まあね、まあそれはそうだね、やっぱラジオだからこそっていうのは一番こだわってる部分ではあるのかなと、うん、まあ、そうだね、思いますけどね。それはあるけどね、うん、まあでもそれぐらいかな、まあ本当でも最近続いたクソ映画に比べればそう、うん、よっぽどやっぱ面白いですよ、うん、うん、よかったなって、うん、そうですね、だから逆に見たいなって思いました。逆に何も言うことねえじゃんって思ったじゃん。そのアバターとスイートジョー見た時に、特に突っ込むところもないし、なんか語るとこ全然ねえけど大丈夫かなと思って収録に挑んだんですよ。うん。そしたらまあまあ同じぐらい。もう一体なんならスズメの戸締まりの方が結構長い。長いよね。おかしいなぁ。そう。いやでも面白かった。見たくなりました。あ、本当？あ、よかったよかった。すごく。よかった。うん。うん、2つとも、うん、そう思ってもらえたなら、うん、よかったな。そう、特に本当映画に関して知識とかなんかあるわけじゃない、うんうん、監督に対してこういうね監督のフィルモグラフィーがどうでとか、うん、なんか全然そういうのは別に言えない、本当に一観客としての、うん、まあ、感想だからさ。でも大多数がそれですからね。そっか、うん、だから一番なんか、ね、確かにそうだ、うん、それで見たいと同じ目線で見れてるってことが、そう、見たいと思わせれるぐらいこうやって喋れるっていうのはすごいなと思いますけど、ね、うん、いつも。そうかそうか。そのホラーレビュー会も、うん、俺はそれを思いますけどね。見たくなるってこと、うん、見たくなるというよりかは見たくはないですけどなんていうんですかね、いい感想なんじゃないかなってすごい。ああ、うん、そうですかね。そうやって思ってる人、まあ共感が多いっていうことはそうやって思ってる人が多いっていうことだと思いますし。うん、イベントの時もさ、はい、そのクソ映画レビューの話だったらありましたね。ちょっと拍手パラパラ上がってたからね。まあまあファンは多いですよ、絶対に。好きなんだなと思って。木村さんがよく言う忖度なしでいけるレビューっていうのは、その信用を売るみたいな。はい、うん、そうね、うん、そこでお金もらってね、そう案件とかでこれがいい映画だよとか言っとったらさ、うん、そうちょっと信用もなくなっちゃいますからね。なくなっちゃいますからね、うん、そう、まあ、そうやって自由に言える方がいいじゃない、うん、だからうちは多分映画レビューの案件は一切やりません。一切やらないですね、はい、めんどくせえもんね。まあそうですね、うん、それでそんななんかさ金もらってもさ、ね、なんかさ、うん、なんか本当のこと言った方がおもろいんじゃないかなって、ね、無理やりいいところ探すっていうのもまたね、ちょっと違うかなと。ちゃんと自分のお金払って見て、うん、それをレビューしたいなっていう、そうそうそう、ことですね。うん、まあ、そのスタンスはまあ今後変わっていかないでしょうね。うん、うん、ということで、いい、はい、ちょっと長くなっちゃいましたけど、はい、こんな感じでスズメの戸締まり、はい、映画レビューでした。また映画見たらやりますんで、ぜひぜひ、はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、さよなら、さよなら。今日もいいお話でしたわ。次回も楽しみね。ではまた後ほど。